ホンダシビックタイプ R、シビックタイプ R、シビックタイプ R は、ホンダ技研工業が生産、販売する、ハッチバック型、スポーツセダン型の自動車である。NSX タイプ R、インテグラタイプ R に続く、タイプ R シリーズ第3弾である。6代目以降のホンダシビックをベースに、エンジンやサスペンションをチューニングした車種であり、3代目では、 パッケージの異なる日本使用者と欧州使用者が用意された。1997年8月22日、6代目シビックのマイナーモデルチェンジ実施時に3ドアにタイプ R が追加された。エンジンは B16 バイト型1.6リットル自家 4DOHC ビテック 185PS 8200rpm を搭載し、 トランスミッションは5速 MT を組み合わせた。他のタイプ R と同様に、車体重量が軽量化され、エアロパーツ、レカロ製、バケットシート、桃製ステアリング、SRS やバッグ付き、チタン製のシフトノブ、専用車体色のチャンピオンシップホワイト等が装備され、生産は鈴鹿製作所で行われた。1998年9月3日、 他のシビックシリーズと共にマイナーモデルチェンジを実施。9月4日発売エクステリアではヘッドライト、フロントバンパー、フロントフェンダー、テールランプのウインカーレンズ色のデザインを変更。インテリアではオーディオ周りのデザインを変更し、従来は一陣タイプであったが新たに二陣デッキナビが取り付けられるようになり、それに伴いエアコンのパネルも一新された。 1999年12月16日にタイプ RX を追加設定。CD プレイヤー付け AM、FM 電子チューナープラス4スピーカー、フロント2、リア2、ボディ同色電動格納式、ドアミラー、パワーウィンドウ、マニュアルエアコンディショナー、キーレスエントリーシステム、アルミパッドスポーツペダル、専用色カーボン調パネルを追加して、 装備の充実を図ったタイプである。7代メシビックのフルモデルチェンジから1年後の2001年12月6日に日本での販売が開始された。コンセプトはダンガンホットハッチ、ニューブリッドフォルム、エキサイティングパフォーマンス、セーフティーエコロジーをテーマに開発された。イギリスにある現地法人ホンダオブザ・ UK マニュファクチャリング、 ハムのスーインドン工場で生産され、日本に輸出され、いわゆる輸入車となった。7代目欧州仕様シビックのサンドアモデルで、国土交通省認定形式は、前期型がホンダオブザ・ユーケ LAEP3、後期型が同、ABAEP3。搭載されるのは、K20 アンペア型2.0リットル自家4、DOHCIV テックをタイプ R 向けに開発した。 いわゆる R、スペックエンジンで、スペックは 215PS、8000rpm、20.6kgfm、7000rpm、トランスミッションは、クロスレシオの6速 MT で、シフトレバーは、異色ともいえるインパネに配置されている。10.15モードで 12.4km、L、平成12年排ガス規制の、有低排出ガス獲得。K20A は、 インテグラタイプ R と同じものであるが、こちらは 220PS、8000rpm となっており、この 5PS の違いは排気系の差による。この車の特徴である、インパネシフト MT は意図してそうなったのではなく、ベース車の AT セレクトレバーを合意に、MT シフトレバーに返した結果である。電動パワーステアリングと、可変ステアリングギアレジを採用。レカロ製。 バケットシート、桃製、ステアリングホイールの装備は踏襲しているが、シフトノブはアルミ製に、ペダル関係もベース車両と同じゴムが使用されている。205-45R17 の体型タイヤを装着し、フロントに305インチレーテッドディスクブレーキを装備。フロントブレーキキャリパーは、DC5 インテグラタイプ R ではブレンボ製であるが、EP3 では S2000 と、 同じ非新製の型持ち式、ブレーキキャリパーである。日本販売モデルのみ、トルク間応式リミテッド、スリップデフ、ヘリカル LSD が装備された。この台から、フロントサスペンションは、ダブルイッシュボーンから、マクファーソンストラットに変更された。初期型の K20A では、エンジンオイルのヘリが激しく、対策品のピストン、ピストンリングがあった。 EP3 の日本仕様では、標準仕様と C パッケージの2グレードがあった。C パッケージは、標準仕様に加えて、オートエアコン、パワーウィンドウ、パワードアロック、キーレスエントリー、マップランプ、両席バニーミラー、トノカバー、HID、プライバシーガラス、ウォッシャー付け完結リアワイパー、ボディ同色電動格納式、リモコンドアミラーのような快適備えが装着される。 日本での販売ディーラーは、シビックを扱うプリモ店で、日本仕様の装備が施されている。日本向けの前期型には、タイプ R のシンボルカラーである、チャンピオンシップホワイトに加え、ミラノレッド、ナイトホークブラックパールの3色が用意された。2004年1月22日にマイナーチェンジが行われた。平成17年排出ガス規制適合し、イモビライザーが、 標準装備されたほか、フロントバンパーや6灯式ヘッドライト、ロービームに HID 式のプロジェクタータイプ、ハイビームにハロゲンバルブのマルチリフレクタータイプ、リアコンビネーションランプが新デザインになり、今まで赤一式だった、レカロ製シートが赤と黒のツートンカラーに付加された。またエンジンにも若干の手直しが入り、 マイナーチェンジ前で問題だったエンジンオイルのヘリが解消している。ボディカラーも変更され、チャンピオンシップホワイトは残されたが、赤と黒は廃され、新たにサテンシルバーメタリックが追加された。後期型の販売台数は約1000台ほどであり、特にシルバーの販売台数はそのうちの約10%ほどと希少である。この時期の日本ではサンドアハッチバック車の人気は低く、 二代目シビックから続いたシビックワンメイクレースはなくなりインテグラワンメイクレースになったこともありあまり注目されなかったそのため販売台数も4735台と低迷し特にマイナーチェンジ後の後期型に至っては先台弱と後に限定販売された FN2 型よりも希少な車となっているこのため他のシビックタイプ R と比べて 街中で見る機会は極端に少なく、自動車好きでも EP3 型の存在を知らない人もいるほどで、歴代タイプ R で最も存在感が薄いと言われることもある。国内では戦術のようにモータースポーツでの活躍は少ないが、海外では人気が高く、ラリーやツーリングカーレース、特に英国では BTCC で活躍していた。 2005年9月22日に行われた8代目シビックへのフルモデルチェンジを前にして2005年春頃に輸入を終了した。シビック全体としては8代目。2006年10月から公式サイトを立ち上げ、海一日本 GP が開催された鈴鹿サーキットにプロトタイプが展示されるなど発売前からプロモーション活動が展開された。 2007年3月29日に発売開始、インテグラ4ドアタイプ R が生産終了以来6年ぶりの4ドアタイプ R でもあり、シビックタイプ R としては2年ぶりの登場となった。形式は ABA 会 D2。エンジンは2台目と同じ K20A 型 2.0L 自家 4DOHCIV テックだが、吸排気系の見直し、圧縮比の向上などにより、 最高出力は、インテグラタイプ R、DC5 や、アコードユーロ R、CL7 の 220PS に対し、5PS 向上の 225PS、8000rpm となり、10PS 以上出力が向上している。回転域もある。ボディ剛性は、インテグラタイプ R に対し約50%向上。タイヤに専用コンパウンドで18インチの、 ポテンザ RE-070 を採用し、サスペンションはタイヤが確実に地面を捉える非常に硬い設定とされた。さらにトルク間応式 LSD やブレンボ製、ブレーキキャリパー、ブレーキ冷却ダクト等スポーツ走行を意識した装備がなされている。内装ではこれまで採用されていたレカロシートではなく、新たにホンダオリジナルのスペックシートが採用された。エンジンスタートスイッチは、 タイプ R では初のプッシュスタートシステムを採用している。ボディをセダン型としたことにより、今までのサンドアハッチバック型よりも使いやすさが向上している。これにより、世帯持ちユーザーの獲得に成功している。発売後は1ヶ月での受注台数が約2100台となるなど、順調な滑り出しを見せた。二千七年九月十三日にシビックワンメークレースベース車。 競技専用特別仕様を発売した。ホンダエキサイティングカップワンベイクレース2008のベース車となる。2008年の東京オートサロンでは、ホンダがモデューロパーツを取り付けたスポーツモデューロタイプ R や m テックが無限 RR をさらにチューニングしたマガンアイクスペリマントルスペックなどのコンセプトカーを展示した。2008年9月5日にマイナーチェンジが行われた。 ボディカラーは、クリスタルブラックパール、受注生3色、プレミアムホワイトパール、プレミアムディープバイオレットパールの表色と受注生産2色が追加され、ビビットブルーパールが廃止された。2010年4月19日、ハイガス規制への対応が困難という理由で、生産終了を公表し、同年8月をもって、生産終了した。2010年9月、販売終了。 2007年6月28日、エムテックが、ホンダシビック無限 RR を発表した。300台限定で9月13日から販売され、申し込み開始からわずか10分で完売した。専用カムシャフトをはじめとするエンジンのリファイン、吸排気系の大幅な変更により、最高出力は 15PS アップの 240PS となっている。またボンネットのアルミ化、前バンパーや、 リアウィング等をカーボン製にすることにより、ノーマルタイプ R と比較し、約 15kg の軽量化が行われた。大型ディフューザーやフロントパネル、可変リアウィングの装備により市販車としては異例のマイナスリフトを実現。専用のブレーキやサスペンションにより非常に高い走行安定性を獲得している。ボディカラーはミラノレッドのみとなり、内装にも赤が多く取り入れられている。 価格は477万7500円。8代目欧州仕様シビックをベースとしたサンドアのハッチバックとなる。2006年のジュネーブモーターショーでプロトタイプが展示され、2007年より発売開始した。イギリスで生産される。エンジンは K20Z 型2.0リットル自家 4DOHC i ビテックで最高出力は 201PS。 7800rpm と ep3 回 d2 より控えめになっているが日常一気で扱いやすいパワー特性になっている。これに6速 mt が組み合わせられる。車両重量は 1267kg である。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアはトーションビーム。内装は8台目欧州仕様シビックに準じており。 シフトレバー付近にシリアルナンバー入りのプレートが配されている。タイプ R とタイプ RGT の2グレードがあり、タイプ RGT は運転席、助手席独立した温度調整可能なエアコン、クルーズコントロール、カーテンエアバッグなどを装備する。2008年11月20日、2009年春に日本でも台数限定で発売すると発表したが、 世界的な金融危機の影響による、イギリス工場の稼働休止のために発売が延期された。その後、2009年11月5日に、タイプ R エウロの名称で2009年モデルを2010代限定で、日本国内での販売が開始された。色別の台数は白1050台、赤810台、銀150台であった。2010年4月19日、 同年秋に2010年モデルを再度台数限定で発売すると発表した。2010年8月10日、欧州の大部分の地域において2010年末でシビックタイプ R の販売を終了すると発表した。EU の新排出ガス規制であるユーロ後に適合できないことが理由であるため、生産は継続され、ユーロ後が適用されない市場で引き続き販売される。 2010年10月28日、2010年モデルを1500台の台数限定で販売開始した。新たに、ブラック塗装のフロントメッシュグリルとダーククロームメッキのフロントグリルフレームアウタードアハンドフューエルリッドを採用し、シリアルプレートを2010年モデル専用に変更した。ボディカラーを追加し、色別の台数は白850台、黒500台、赤150台であった。 2012年6月、日本国内での販売を終了した。ドイツ北西部にあるニュルブルクリンクにおける FF 車両最速を目標に2015年の発売投入に向け開発されることが発表された。2012年10月から参戦している WTCC FIA ワールドトゥーリングカーチャンピオンシップの技術も転用される。2015年3月、 ニュルブルクリンク北コースでタイム測定を行い7分50秒63を記録。2014年にルノーメガーヌ・アール S275 トロフィー R が記録したタイムを4秒ほど上回って、量産 FF 車におけるニュルブルクリンク北コースの最速タイムを更新した。6月にはルマン24時間耐久レースの前夜祭り。 市内パレードに登場し初の行動走行を披露した。車両は9台目の欧州仕様をベースに最高出力 310PS を発揮する2.0リットル直列4、気筒ターボエンジンを搭載し、最高速度は時速270キロメートルに達するとアナウンスされている。アイドリングストップを搭載し、燃費にも配慮している。2015年7月2日にイギリスで出荷が開始された。 日本では同年9月30日にホームページ内に関連情報を先行公開し、同年10月28日に公式発表した。750台の限定販売であるが、今回は購入の際、事前にホームページから商談申し込みをする必要があり、ディーラーでの店頭販売は一切ない。ディーラーでは商談の申し込みもできない。 受付期間は翌10月29日から11月23日までで期間中に限定台数を上回る商談申し込みがあった場合には抽選となる。なお、発売は同年12月7日となる。また、カタログはデジタルカタログのみで紙カタログが用意されない。なお750台という数はニュルブルクリンクでのラップタイム7分50秒台に由来している。 2017年1月13日から3日間開催された東京オートサロン2017においてセダンハッチバックと共に5代目となるタイプ R のプロトタイプが日本で初披露された。同年6月23日にはホンダホームページ上にスペシャルサイトティザーサイトを公開し7月下旬に公式発表する予定であることも発表された。 同年7月27日、ハッチバックセダンと共に5代目、タイプ R の日本での発売を正式発表。発売は9月29日からとなる。日本市場でのシビックのシリーズは8代目以来7年ぶりの投入となるが、過去に数量限定で発売されたことがあるタイプ R に関しては、4代目の販売終了、完売以来、約1年半ぶりの投入となった。 これまでのタイプ R モデルはノーマル車をベースにして後付けで性能強化をしてきたが今回は最初の設計段階でノーマル車とタイプ R モデルを同時開発しノーマル車の走行性能のレベルアップとタイプ R の実用性の拡大を両立させている。シャシーはリアのサスペンションをマルチリンク式に変更したほかフロントサスペンションには デュアルアクシスストラット式を採用。エンジンには4台目同様、2.0リットル、ビテックターボエンジンである、K20C 型を採用しているが、エンジン制御の改良により、最高出力を 10PS 向上。6速 MT を、ローレシオ化し、軽量シングルマスフライホイールを新たに採用。また、ホンダ車で、初採用となる減速操作に合わせて、エンジン回転数を自動で調整する。 レブマッチシステムを搭載し、減速時のアクセル操作が不要となった。システムはオフにすることも可能である。ダンパーステアリングスロットルなどの制御デバイスのセッティングをモードスイッチの操作で瞬時に変更出る。ドライブモードはスポーツと R にコンフォートを加えた3モードとなった。2017年4月、4代目に引き続き、ドイツニュルブルクリンク北コースにおいて、 タイムアタックを観光。当時 FF 主犯者最速であったフォルクスワーゲンゴルフ、GT クラブスポーツ S の7分47秒19、折、7分43秒80を記録し、FF 主犯者世界最速の座を奪還した。ボディカラーは4代目からの継続設定となる、チャンピオンシップホワイトと、クリスタルブラックパールの2色に、ハッチバックにも設定されている、フレームレッドと、 ブリリアトスポーティブルーメタリックの2色を加えた4色展開となった。5代目タイプ R は台数を限定しない通年販売。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。